イブラリーににある本棚に施されたギボンズの彫刻グリーンリング・ギボンズはイギリスの彫刻家。オランダ、ロッテルダム出身。セントポール大聖堂とウィンザー城の彫刻で有名。1667年頃、イギリスに移住。木彫職人として非常に才能があり、当時の彫刻家の中でも目立った仕事を残している。1671年。 現在のロンドンの南にギボンズが住んでいた時、近所に住んでいた作家のジョン・エブリンによってその才能を認められる。エブリンはギボンズをクリストファーレンに紹介。また、エブリンとレンはチャールズ2世にギボンズを推薦。ギボンズはウィンザー城のダイニングルームを手掛けることになる。その後、レンはセントポール大聖堂のためにギボンズを雇う。また、ジョージ1世にも雇われることになる。 彼の作品は現在でもロンドンの多くの教会で見ることができる。セントポール大聖堂の聖火体積やオルガンケースが有名。1680年頃にはキングスカーバーとして知られていた。彼の彫刻は素晴らしく繊細で、彼の家にあった木彫りの花が外を通る馬車の振動によって揺れるとまで言われた。ありがとうございます。